一番大事な文章を見落としてました。途中リタイアのため単価1250円でお願いします。規約に反して途中でやめてしまったんで、時給が下がったってことですね。お疲れ様です。今日はね、待ちに待った給料日ということで、早速お金の方を下ろしていこうと思います。無職なのになんで給料があるんだって思うかもしれないんですけど、実はですね、1ヶ月ほど前に6日間だけ住み込みのね、農業のバイトをやってたんですよ。その給料がやっと1ヶ月経って入るということで、早速ね、下ろしていこうと思います。振り込みと同時に明細の方も送られてきましたんで、先に明細の方を公開したいと思います。これが出勤した日のタイムカードの記録ですね。25から30まで、1、2、3、4、5、6日、6日間出まして、初日が10時にタイムカードをして、10時16分に退勤したということで、12時間15分。2日目が9時57分から6時1分までの8時間ということで、2日目以降は全部8時間になってますね。なので、まあ、基本的にこれ全部の時間、夜勤。で、夜勤を48時間と残業4時間ということですね。なので、深夜手当、残業手当等が込みの値段が振り込まれることになります。で、この支払い総額、引かれた後ですね、源泉徴収、引かれた後の金額、64,976 円。ということで、しっかりね、お金を振り込んでいただきました。ということで、まあ、支給された総額から52時間の勤務分で割って、またさらにね、深夜手当、残業手当の1.25割増の分で割ると、だいたい基本給で1000円ぐらいになりますね。なので、1000円に深夜手当や残業手当を乗っけていただいた感じでございます。1日12時間で、まあ、30日のうち、ね、結局雨降ったの2日3日ぐらいだと思うんで、27、28日をかけるとだいたい40万から42、3万ぐらいですね。はもらえてたと思うと、だいぶ惜しいことをしたんじゃないかなとは思うんですけど、根性がなくて耐えられませんでしたね。まあ、で、ここからまだ引き落としの方がありますので、一応生活のために一番だけ下ろしてこようと思います。一番大事な文章を見落としてました。途中リタイアのため単価1250円でお願いします。規約に反して途中でやめてしまったんで、時給が下がったってことですね。帰ってきました。お金下ろして、早速ちょっとマジで食いたかったんで、これをね、買いました。1ヶ月ぶりぐらいかな、ずっと我慢しとった。うい、中本中卒に、これ、うまいわ、3つ。もっとね、盛大にパーティーしたかったんですけど、まあ、絶賛マイナス中ですんで、これはしょうがない。ということで、使える範囲で使ってやろうと思って、300円ぐらいかな、これ多分。まあ、使ってやりました。とりあえずね、お湯張ります。待ち時間で、マイボー食べてやろうと思います。紫。なんだかんだパープルが一番うまいと思うんですよ。いただきます。
古き良き日本って感じですね。まあ令和ももちろんいいんですけど、平成のあの頃は良かったっていう味がします。例えばさっきお見せした通りね、時給が短期で辞めてしまったことにより下がってたっていう現象なんですけど、これ基本的に結構あることで、短期離職何回もやってしまってるんですけど、今まであった一番多いのが制服代を取られるですね。やっぱ、そので長期で勤めるって言ってすぐ辞めてしまうと制服代で結構取られることが多くてさ。この短期離職はだからしない方がいいっていうのもありますね。くれぐれも短期離職は気をつけてください。そうそう、できたかな？食べてみよう。いただきます。で、今思ったんですけど、これで保険料がね、1ヶ月分多分払えると思うんで、それももう払いに行こうかなって思います。で、1日何回も手数料かな。どうしよう。あとは年金と、月が変わりましたんで、今月の引き落としと、今月の引き落とし分は出前館によってしか稼ぎませんので、あと YouTube の収益もあるか。だから出前館ね、もうちょっと頑張りたいですね。最後にね、一番大事な話をすると、因果応報っていうのはあるんで、やったことは返ってくるということですね。なので、くれぐれもね、私生活でいろいろ気をつけながら生活した方がいいんじゃないかなと思います。今回もね、1ヶ月働くって言ったのに6日で帰ったことによって給料下がってしまいましたし、こういう迷惑をかけたことによって、やっぱ同じことがこちらにも返ってきますんで、それはね、今まで散々身に染みて分かりましたんで、皆さんもどうか気をつけてください。因果応報を回避する唯一のパターンは人に頼るですけど、まあ、例えば借金したけど親に全部返してもらうとかね。働いてないけど、親が家に住まわしてくれるし、飯食わしてくれるとかだったらね、別に働いてなくても関係ないし、それ誰かに頼るっていうこと以外は、ちょっとね、回避できませんので、気をつけてください。こうならないように。まあ、それでも繰り返してしまうので、成長しなければね、いけないなと思ってるんですけど、なかなか魂のレベルが上がらないですね。年末まではね、もうノンストップでガンガン稼いで、まずは楽になりたいという思いでいっぱいですので、サボったことがね、将来の自分を苦しめないように、今もがいてもがいて、甘えを捨てて、ガンガン行こうと思います。頑張ります。バイバイ。